どうもポテトンです。今回は普段皆さんがお使いのサムライスキルや汎用スキルの詳しい効果についてどれぐらい効果があるのっていう疑問点を解決すべく検証してきましたので、そちらの方をお伝えしていきたいと思います。一つ目は上段構え専用の斬新点です。斬新での気力の最大回復を成功させると次に出す攻撃のダメージが増加する効果がつくとなっていますが、どれぐらいね効果があるのか見ていきましょう。278が303ということで約 9% アップしたということになってます。ただこちらの斬新点ですね、効果時間が 2.4 秒と非常に短くなっていますので、敵に攻撃を避けられてしまったり一旦自分が後ろに下がったりするとね、もう次攻撃するときには効果が切れてるなんてことがねあるかと思いますので、そこら辺少し注意が必要です。次はルテンとルテンニを見ていきましょう。斬新成立時に他の構えに移行すると気力回復量が増加するというものですが、戦闘中だと敵の攻撃のこととか次の立ち回りどうしようかっていう風に考えてたらいつの間にか忘れてたっていう方もね結構いらっしゃるかと思います。で、2位までやろうとしたらボタン操作もねかなり忙しくなってくるので、そこら辺もねあたふたしてしまうっていうこともあるので、自分もね結構1で止まることが多いです。ただ2位までできるとそれなりに恩恵もね大きいので、そこら辺どれぐらい効果が違うのか見ていきましょう。まずは攻撃後に何もしない時と斬新した時の違いから比べていきます。はい、ということで少し分かりにくいかもしれませんが、最後に消費した分の気力のうちこのゲージが残っている部分だけね回復しますので、刀のこの上段攻撃の場合には一気に188からスタートという感じになります。で、気力消費が大きい大太刀とか斧なんかを使った場合には200から300ぐらいね回復した状態からスタートとなります。最大斬新するだけで気力が 20-30% 返ってくるって思ったら大きいですよね。じゃあ次は斬新とルテンで比べてみましょう。斬新の後にルテンを入れることによって188から321と約 70% 多く回復しています。この斬新の後に一手間加えるだけで 70% も多く回復するって思ったらとてもいいですよね。では続きましてルテンとルテン2を見ていきましょう。先ほどよりも差はさらに縮まりましたが、ルテンと比べると約 34% 多く回復したということになっています。斬新だけの場合とルテンに比べたら2倍以上の開きが出ていますので、いかにこのルテン2までやるのが重要かというのが分かっていただけたかと思います。ただ実際ね、実戦でこれをやろうと思ったらなかなかしんどいと思いますので、初心者の方についてはまずは最大気力での斬新を確実に成功させること、そして斬新ができるようになった方はまずはルテンの操作に慣れていきましょう。R1 で斬新したら、その R1 を押しっぱなしにした状態で、三角四角×のうち自分が使っていない構えのボタンをね、すぐに押すといった感じで、ちょっと早いですが、ルテンの場合はタタンのタイミング、ルテン2の場合はタタタンのタイミングで押せば出るかと思います。まあ自分も普段ね、操作がめんどくさくてなかなかルテン2まではやらないんですけど、ルテン1回やるだけでもね、かなり変わってきますので、全くやってないという方はね、ぜひ試してみてください。三つ目は常世払いの天、神、地位です。これは3種類ありまして、構えによってつくものが変わってきて、上段なら攻撃、中段なら防御、下段なら気力回復速度となっています。また、効果時間については、天が7秒、陣と地が10秒となります。ではまず、攻撃の天から見ていきましょう。278から453ということで、約 63% もアップしています。では続きまして、中段の陣を見ていきましょう。防御については効果が薄いようで、ダメージとして約 4.2% ほどしか下がっていません。では続きまして下段の気力回復を見ていきましょう。はい、どうでしょうか。スローじゃなくてもね、かなり速さが違って見えたかと思いますが、バフありの方が満タンの時にはまだ509までしか回復してないということで、約 110% 多く回復したことになります。上段の攻撃も優秀でしたが、こちらの下段の方もね、非常に優秀なものとなっています。四つ目は、タイの一刀です。こちらに関しては、神、勇、豪など全8種類にステータスごとで分かれておりますが、すべて同じ内容となりますので、今回はタイで検証していきます。内容としては、カスタマイズ対象武器にタイの値に応じたダメージボーナスを加えるとなっているんですが、ここでね、注意していただきたいのは、消費気力が 10% アップするということですね。そしてダメージボーナスがどれぐらい入るかということなんですが、今回は初期値の5、そして50、
で、マックスの99、この3パターンを見ていきたいと思います。今回はヤシャ一文字で試してみましたが、5と99の差でやっと 12% ほどダメージがアップしていました。ちなみに倍率の方は一定ではないようで、低い方が伸びやすく、高くなればなるほど伸びにくくなっているようです。武器ダメージが低いものについては位置上げても位置すら上がらず、使用する場合にはできるだけ高火力の武器と合わせるのがいいかと思います。5つ目は汎用スキルの妙技集中と妙技更新です。どちらも特技成功時に発動するもので、集中の方が次に使う妖怪技のダメージが増加、更新の方が気力回復速度が増加になりますが、効果時間についてはどちらも同じで15秒となっています。ではまず妙技集中の方から見ていきましょう。こちらの方は物理ダメージ、属性ダメージともに 1.5 倍となっています。では最後に妙技更新の方を見てみましょう。はい、ということでこちらに関してもかなり差がついていましたが、妙技更新ありの方が満タンの時にはまだ625ということで、約 71% 多く回復したことになります。効果についてはかなりいいんですが、初心者の方や特技が苦手な方についてはね、まず成功できるかっていうのがネックになってくるかと思います。ただ成功すれば恩恵もそれなりということで、ぜひね、苦手な方はこの修行場なんかでね、練習してみてください。はい、では今回はこれで終わりたいと思います。またねー。